今月投開票が行われた足立区議選の当選者が偽物のブランドバッグを販売していたとして3月に書類送検されていたことが分かりました。女性の声が東京を変える。和田愛子さんは今月14日に告示された足立区議選に立憲民主党から出馬し初当選していて、任期はあさってからです。捜査関係者によりますと、警視庁が今年3月に商標法違反容疑で和田さんを書類送検していたことが分かりました。和田さんによりますと、容疑は去年5月に人気ブランドアニエスベイの偽物のバッグ1点をフリマアプリで販売した疑いで、8300円で売り2100円余りの利益を得たということです。書類送検を受け、東京簡易裁判所が今月9日に罰金20万円の略式命令を出し、和田さんはすでに全額を納付しているということです。足立区議会によりますと、和田さんから謝罪の連絡はあったものの、当選自体など今後についての言及はなかったということです。はい、立憲民主党東京都連は今日緊急の常任幹事会を開いて、和田さんに対する公職の辞任勧告と除籍を決定しました。